4月12日日曜日、現在の沖縄県の天気は曇り、気温は 23.2 度、湿度は 73% となっております。ただいまより那覇空港に到着いたしました。それではただいまよりハブ食堂に移動いたします。なお、その前にご意見ご質問等がございましたら、メールアドレス761@fmkoza.jp、 もしくはファックス 098-934-8653、 メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックス番号は0098-934-8653 までお願いします。とのことですけど、まず新番組が始まりました。どういうふうにやったらいいのか、ちょっといまだに予想つかずね。ちょっと第1回目はね、ちょっと様子見しながらどういうふうに進めたらいいのかね、ちょっとやっていくんですけども、はい、今月は調整期間ということにします。大変調整期間だね、今月はね。まあいろいろと考えながらやっていきましょうか。はい、まあ結構今ちょっと予想してたのとだいぶ外れたんでね、どうですか、なんか予想以上にかしこまってて、そう固まるんだよね。なんか笑っていいのか何なのかみたいな感じだったんですけど、大丈夫です、気楽に言って大丈夫な番組ですかね。大丈夫、気楽に言って大丈夫ですけど、ただ私たちも初めてなので、うん、ねえ、意外となんて言うんだろう、どうやったらいいか分からない状態。そうだね、ね、作ってる側も ね、はい、大まかな内容骨格はできてても、いざ進行するってなると、ね、難しいよね。そうだね、はい、でもやっていきますか。やっていきますか、まあ、とりあえず慣れましょう。はい、はい、1曲目いきますか。いきます。1曲目、はい、とセブンウップスでスタートライン、どうぞ。CM 入りが夢デビュー、夢デビューで明けが入ったイベントで、
赤が茜さんで青が小月さんで、なんで青、あ、色で、これ読み終わった後に、まあ、何かしらのトークをやった後、モダン、なんだっけ、モダンつなぐっていう教師のコーナーでした、みたいな。1分半。沖縄あるあるって、あれでしたよね。まあ、ない。大丈夫ですよ。何も書かなくて大丈夫です。なんか、沖縄あるあるはない。それはもう、あの、いつもみたいな、ここだけの話的な感じで、沖縄ある、今日のあるあるは、どのコーナーですね。沖縄の人って、あれ、語尾の逃すじゃないですか、的なことを、どうぞしていただく。あ、あるわけでもないです。あかんね。赤とか。いや、いや。赤はないけど。それは違うな。それは違うな。ちょっと赤ねって思い出したんだけど、あのおじゃる丸に行った高2さんと言われて、うん、いるような赤ねって赤いのに、はいはい、すいません。 BGM どうしよう、バック、ここパン、なんかないから今、とりあえず BGM も決めるか、うん、今日は別に今月は調整だから、今ちょっと多めに見て10秒、うん、赤にキスケ青いってみたいな、それ着されなかった、止めてあげます。はい、はい、お届けしたのはセブンアップスでスタートラインでした。おい、はい、ちょうどあ、そろそろ目的地に到着いたしますね。はいって言っても目的地紹介してないよね、多分。で基地、はい、はい、紹介お願いします。はい、現在那覇市トンドー町にありますハブ食堂へ向かっております。はい、なんで笑ってるの。いや、なんかね、うん、なんか面白いよね。なんか FM 小座にいるけど、うん、この設定は沖縄県内を巡っているという設定で聞いてください。はい、あの本当にあの今那覇市にいるわけではないです。私たち沖縄市の方で今ラジオ放送してるんですけど、うんうん、あのハブ食堂なんですけど、はい、今見えてまいりましたね。見えてきましたね。はいはい、はい、プス、到着いたしました。これは今何の音ですか。あのバスの、バスが止まった音。バス降りる音。はい、はい、じゃあ中に入りますか。入りますか。はい。なんだこれ。はい、こんなでいいのかな。じゃあまあもう普通にやっていきますか。はい、で日賀くんはハブ食堂行ったことありますか。はい、あります。ね、5回ぐらいかな、うん、ああもう5回行ってるんですか。はい、行ってます。私は一度も行ったことがないのに、はい、フライングしまいました。フライングではないけど。まあ一応5回行ってるということなんですけど、ハブ食堂のすごいところって、はいはい、量がめっちゃ多いんですよ。そうなんですか。はい、どのくらいなんですか。ですね、あの、はい、1人前の金額で2人前食べれると思ってください。あー、はいはいはい、想像つくかな。はい、つきます。だいたい500円で2人前、500円から600円で2人前食べれると思ったらいい、うん、1人で。あー、なるほどなるほど、はいはいはい、じゃあもう結構お皿に盛られてくるんですよね。盛られてます。実際食べれるんですか。いえ、食べれませんよ。食べれないんだ。はい、カツ丼に限ってはですね、うん、あの上のカツだけ食べたらお腹いっぱいなんですよ。あー、はいはいはい、取り皿がないとご飯も食べれない、うん、マジで、うん、お持ち帰りもできるんですよ。あー、はいはいはい、折り箱一つじゃ収まらない。ご飯をどんだけあのなんていうのかな、この足あの強く押して、うんうん、隙間作っても、うん、ご飯は入ったとしてもカツが入らない。なるほどなるほど。そうなんだ。え、じゃあもうご飯もいっぱい、はい、カツもいっぱいいっぱいです。あのご飯はあの沖縄そば屋さん行ったら、うん、あのそば大ぐらいの器にご飯をきれいに持ってきて、はいはい、きれいすり切り入れた上に、うん、あのそのもう一つ大の分をこの、うん、のカツが入ってくるんですよ。すごいね、はい、それは見てみたい、はい、ね、一応写真あるんですけど、まあうん、
ちょっと今ツイキャスとかユーストとかで見てる方がしにしかちょっと見せ紹介することができないんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっはい、今検索しております。ただ本当にあの並々ならぬ量ではなくて、うん、はいはい、この横で待ってると隣のお客さんとかがに、うん、あのはいお待たせいたしましたって届くじゃん、うん、見た瞬間にえってなるの。はいはいはい、はい、本当にでちょっとあの見た瞬間お腹いっぱいになるね。自分も今探したんですけど、はい、やばいっすね。やばいですよ本当に身内しますねこれは、うん、今なんて言った？あ、なんて言うんだ、身なんて言うの？あ、でもサリネギとか方言使ったでしょ。いや、あこれ方言ですか？身内、あ、出てきました出てきました、はい、まずこんな感じですね。すごいね、あー、はい、でこれはどのくらいって言えばいいの？です ね, ねあのこの大きい器にあのツイキャスのカメラどこだカメラどこだった？こっちちょっと本当ですね、ちょっとお待ちください。見えますかね、この今大量比嘉くんがこのハブ食堂の写真を見せてるんですけど、見えますかねもうとにかく相当の量ですね。量であのなんて言えばいいのかな、このあの手をこの手をグーにして親指と薬あの小指をパッて広げたぐらいの大きさの 1.5倍。1.5 倍、まあ、これぐらいですかね。あ、ごめん 1.5 倍盛りすぎた、ちょうどそれぐらいだなるほど、20センチぐらい、まあそれぐらいかな、縦を縦高さが20センチぐらい。あすごいね、はい、あこれで大体いくらぐらいの、はい、まあ、550円から650円ぐらいだったな。マジ、うん、マジで。そうです、あもう平均そのぐらいの、平均それぐらいです。あ、はい、大丈夫？大丈夫？このお水はまあ心配なのそこなんだね、やっぱそこ、まあ、うん、確かに心配っちゃ心配だけど、うん、結構お客さんも多くて、うん、お昼時間はもう待つねやっぱり。ああ、そうなんだ、うん、お客さん多いからおそらく利益はあると思う。あ、利益も考えたな、うん、すごいね。ただすごい横だけ多いと、うん、あの客と客の間で会話の場が生まれるね、うん、ああ。多いですね、やばいですねみたいな感じで。ああ、いいねそれ。食べれるかな俺みたいなみんなこのどうなの、この周りにいるお客さんは、はい、この食べてるじゃないですか、はいはいはい、実際全部食べてる人います？あまり見ないな。あ、もうみんな持ち帰ってるんですか？とか、あ、たまにこの工事の人関係者とかは食べるんで、うん、全部。おお、あの人たちは食べる。あの隣に近くに那覇軍港かな、港があって、うんうんうん、港があってそこの港の人たちは、はいはい、やっぱ食べるね。へえ、すごい、あの大盛りを平らげちゃうんですか？はい、さすがっすね。さすがですよ。すごい、一度は行くべきですねこれ、はい、あ、じゃあこれって観光客も多かったりしますか？いますね、いますね。あー、はい、そうなんだ。やっぱりなんか面白いもの見たさっていうか、面白いもの見たさっていうのは、あ、なんかどのくらいの量入ってるんだって実際見たいじゃないですか、はい、それで来るんですか？もうあると思いますし、あとはこのやっぱり沖縄料理が食べたいから、うんうん、あったっていうイメージ感覚で来る人もいますね。あ、はいはいはい、あ、沖縄料理だと何があるんですか？沖縄そば、野菜そば、うんうん、ヘチマ、ナベラとかゴーヤとかゴーヤとキャンプル、ナベラ、ごめんなさい、ナベラは沖縄の方言でヘチマって意味で、沖縄はですね、はい、ヘチマ食べるんですよ。食べますね、はい、ちなみに県外ではヘチマは何か分かる？うん、何でしょうか？あれでしょ、体洗うやつ。あ、違う？まあまあ間違ってはないね、たわし、たわきな、たわし、うん、あ、そうなんだ。あ、体洗うやつではないの？洗うかな、分かんない。なんか前なんか小学校か、あ、小学校の時にヘチマ育ててたわけさ、うん、それで、あ、超長くなるさ、うん、それで修学旅行行った時にこれで体洗った覚えがある。え、みんなで待って、修学旅行ってホテルで、ホテル、 お風呂で、家、あ、どこ行った時かな、どっか家島かどっか行った時に、なんかみんなでなんか使った気がする。民宿、あ、どこだったかな、うん、お風呂場で、うん、あのみんなが入るところで、大浴場で、大浴場で、
使った気がする。マジで？うん、多分違ってなければ。俺たち小学校は初日は元部行って、元部の大きいホテル泊まって、うん、2日目にバスごと乗って家島行った。おでもそっちはあれだったんだ、もう初日から家島行ったんだ多分。あで、であの民宿でヘチマ使って背中こすって、うん、やったよ。一つ聞いていい、うん、皮むけない？背中の皮結構硬くない？そうでもない？いや、あーんそうでもなかったはず。なかった、多分そんな痛い思いはしてないから。あーうん、あまあ話を戻して、うん、でまあいろいろあるんですけどまあヘチマななヘチマ炒めとか、はいはい、ヘチマ炒めとかあって、あちょっと待ってくださいね、メニュー出しますね。はい、野菜炒め、ヘチマ炒め、うん、レバニラ炒めやゴーヤーチャンプル、あと沖縄で有名なポーク卵もありますし、はいはい、あとはこの沖縄県特沖縄県の焼きそば、うんうん、って言って分かるような、あの沖縄そばの麺を焼きそばにしてるのとかもあるし、はいはい、あとはそうだね、まあ、こんな感じ、ナスの味噌炒めとかさ、で、あと沖縄県ならではの味噌汁、味噌汁、え？何それ？あの食堂に行ったらこの大きなご飯に、うん、あの丼に入った味噌汁に上からこの生卵っていうのかなかっかっを乗せて食べる、はいはい、ちょっと写真。おあじゃあもう沖縄料理のお店、はい、そうです。プラスアルファでカレーとかチャーハンとかカツ丼とか、すごい、あとは白身魚フライとか、うんうん、あるね、本当に。なんていうのかな、チャーハンもさ、あの中華料理店に行ったらこの回ってくるテーブルある、わかる、うんうん、あれぐらいの量一人分が、うそ本当に、うん、ちょっと信じがたいな、そうマジで、うん、見たい。あこれはもう年中無休かな。いえ年中無休ではなく、確か営業時間は11時から5時までだった気がします。あ11時から5時、はい、ただお昼時間はもう満席状態なので、うん、行くんだったらそうだね、オープンした直後か、うん、2時以降とかがちょうど待たずに食べれるし、うん、この時間だとだいぶお腹すくよね、朝ごはん食べなければ、うん、その時に行くのもよし。でちなみにハブ食堂行ったらあの夜までお腹いっぱいしてます、ね、うん、そうなんだ。夕方になってもお腹すかない。あもう相当食べるからね、へ、うんうん、いいね、いいでしょこれ、一人暮らしの人にはいいね。いいね。一日分食うかもしれないか。そう。すごいね。ってことは、一日の食費が300円。いいね。300円から400円。うん。これを31しても、いくら ?3万円ぐらいか。あれ違うか。まあ、3万。まあ、お手軽な値段で。うん、うん、はい。いいでしょうね。まあ、食費結構大変ですからね。うん。すごいね、はい、いいね、いいですよ、ぜひ行ってみてください。はい、はい、行ってみます。はい、それではちょっとね、一旦休憩入りますか。はい、はい、では一旦休憩お願いします。総理どうぞ。いらない、いらない。
はい、元ゼミ航空をまた私比嘉一輝と島あかねが生放送でお送りしております。はい、はい、やべえな、この入り方もぐたぐただったな。まあまあまあ、うん、はい、ここで、はい、ここでお知らせです。コザ Wi-Fi サービスエリアについてのご案内です。沖縄市では どなたでも無料でご利用いただけるフリー Wi-Fi を展開しています。沖縄市の主な観光スポットでインターネットをサクサク使えます。コザ Wi-Fi のスポットは次のようになっています。コザ商店街エリア、沖縄こどもの国、コザ運動公園陸上競技場スタンド席、プラザハウス、沖縄市漁業協同組合バヤオ直売所、 JA 沖縄中部ファーマーズマーケットチャンプル市場、ミュージックタウン音市場、市民小劇場アシビナ、東南植物楽園、沖縄市民会館、コザ運動公園内、沖縄市体育館、沖縄市庁舎1階2階、沖縄市に遊びに来た際にはぜひコザ Wi-Fi を使って沖縄市を遊び尽くしてください。詳細は沖縄市観光ポータルサイトコザウェブにアクセスしてコザ Wi-Fi についてをお読みください。はい、とのことですけど、はい、そういえば先週これあなたが読んでましたよね。読んでました。はい、ちょっと YouTube でこの辺聞いたんですけど、ちょっとあの、はい、んっていうところがあって、え、あの JA 沖縄のところ読んでみて、一回ここ読んでみて、一回ちょっと読んでみて、え、なんでなんで、ちょっとなんか発音にんって違和感があったから。 JA 沖縄中部ファーマーズマーケットチャンプル市場。あ、できてた、できてるな、え、先週なんかちょっとおかしかった。なんでよ、中部ファーマーズマーケットが中部ファーマーズマーケットになってた気がする。そんな変わる、変わる、うん、うん、変わる、ちょっとなまってたね、いいんだよ、うん、うんうんっていう話。大丈夫大丈夫、うん、はいはい、でした、はい。はい、続いてのコーナーは沖縄あるあるだった、はい、だそうだよ。どうしただったって、あんたがだったって言ったら聞いてる人不安があるでしょ。はい、はい、沖縄あるあるです。はい、はい、今日の沖縄あるあるのネタは何でしょうか。沖縄あるあるのネタ、はい、はこれで言うの、はい、名字、はい。沖縄の人は名前について、そうそうそう、サブタイトル、あの名字で呼ばないって書いてたよね、はい、あとノートに、はいはい、見ちゃった。名前についてです。はい、どうぞ。沖縄の人は、はい、と名前を呼ぶときに、はい、下の名前で呼ぶじゃないですか。例えば、はい、私の名前だと、はい、下あかねなんですけど、あかね、うん、あかね、あかねって、あかね、あか、違うって、あかねって、なんかね、うん、最後は必ず伸ばすじゃないですか。そう、あとは無理やり2文字にするところとするときもあるよね、まあ、今みたいにあかとかさ、そうかな、うん、あるあるある、うんうんうん、とかとか。まあ沖縄ってね、そう、うん、まあ沖縄の人自体が語尾、うん、沖縄の言葉自体が語尾が伸びるっていう現象があるからね。あ、そうなの、うん、はいはい。まあ、名前もさ、確か伸びるところって3文字の人が伸びるんだよね。3文字 ?3 文字、うん、あ、みんな伸びるや。伸びるね。そこまであるあるじゃない、もしかして。ん、うん、うん、な、例えば、あ、はい、このなんかリカっていう名前の人だったら、はい、リーカーとか呼ぶんじゃん、はいはいはい、呼びますね、はい。でも本土の人だと多分だよ、はい、リカちゃんとか。そうだね、2文字はちゃんだからね、向こうは。あ、そうなの。大体2文字はちゃんだよ。向こうは、うん、なんか絶対なんか伸ばさない気がするんですけど、うん、ね。うん、そうです。なんだこれ。うん、やばいな、うん、でもなんか名字で呼ばないのはなんかあれらしいよ、なんか沖縄は同じ名字、大城だったら大城っていう名字がこの近くに何人もいるから、この大城さんって呼んだらみんなが振り向くじゃないですか、だから
下の名前で呼んでるみたいな。あーやっぱりそうだよね、狭いし名字もことを聞いたんですけど、うん、どうなんすかね。そうだと思うよ俺も名前についてはまだ研究したことないけどさ、うんうん、でもそうだよね絶対、うん、沖縄ってさ狭いしさ、うん、名字も限られてるしさ、県外とか行くとやっぱりいろいろあるじゃん、名字の幅も広がって、うんうんうん、佐藤とか後藤とか内藤とかいろいろあるはいはいはい、そうだね、うんうん、まあ結構名前にも文化が出てるからね、県民性というか伸ばしたり名字を使わなかったり、うん今日のね沖縄あるあるははい、グダグダになったんですけどまあ名前についてなんですけど、はい、どうでしたとてもためになりましたそうですか、はい、茜先生ありがとうございます。めっちゃ棒読みなんですけど、はい、まあ気にせず、はい、終わりたいと思います、はいはい、承知いたしました。はい、はい、次は続いては、あ、はい、音楽いきますね。はい、命は美しい乃木坂46。詳しくは浅いところで触って深いところはここに持ってきてます。あれあれ、ああ沖縄に来てあれ食堂に行ってあれって思うのが味噌汁って書いてあるんですよみたいな、そういうのをやっぱりあるあるじゃないですか沖縄、うん、それを軽くその食堂の話の時にやってるともったいないなっていう、浅くというか、だから今日は要は下調べが全然なかった状態だったから、うん、たくさん話したじゃないですか、うん、要するにヘチマムナベラって言って方言の話しちゃったから、うん、もったいないじゃないですか、うん、それも使えるから、それをなくすために一応もう、うん、めちゃくちゃ調べてて、めちゃめちゃあるじゃないですけど、要はこの浅いところで浅く、うん、浅く広く、うん、そうそう、こういうところもありますよ、はい、次ぐらいの軽くでいいかなと思います。そうしたら、この2つのコーナーが追い込まれちゃうんですよ、まあ、週1だから別に問題ないと思うけど、もしあの、ね、面白い方言とかこれこういう意味なんですよねみたいな感じで言われちゃったら自分としてはちょっと悔しい、もったいねえなー、意識が来ない、そうそう、これをあれで話したかったなっていうふうに思ってたから、別に方言使わないでくださいってわけじゃないじゃん、だからうーん、ナウベラーだったらああいうの考えたかったか別に忘れた頃にやればいいんですけど、そういえば生活何もしてないんですか、してないですか、先週までたくさん来てたんで、ポンポン来てましたよね、大喜利とかも俺なんかが言わなくてもいいぐらいのポン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 、ラッキーいいぐらいの曲なくしたし、俺も行ったことないし目の前は通ったことありますけど、俺も行ったことないし、
すぐにどうぞって言ったのは、もうあの感情を込めて効果音を発してくれた。あの読み取ってわかります？野球ボール投げるんですけど、高根さん行きよって。だからツイキャスの皆さんに見えるように別にモーション取ってもいいし、で後半はわかりますよね、最後にご使用方法に伝えたいニュアンスはわかるんで、先輩には使ったらあれですよ、なかなか飛んでる。いや、今は全然だ。ああ。先輩にあなたを連れてくる。じゃあ、幹部候補、幹部候補。幹部候補？幹部候補、幹部候補。社長令状。よし。皆さんこんにちは。モダン内縄口教室の時間がやってまいりました。今日の内縄口はアガーです。アガーの正しい使い方はこちらです。どうぞ。比嘉くん、野球しよう。いいけど野球できる、できるば。できるし、比嘉くんバッターね。オッケー、ちゃんと投げるよ。いくよ、ビヨン。はい。アガー、今狙っただろ。うん、狙った。これが正しい使い方です。何これ。どうだ。え死ぬはず。なんかこの、うん、狙ったところが茜の悪意を超感じたんだけど。アガーの説明はですね、はい、あの痛いという意味です。痛い、はい、でもですね、はい、特にあの突発的にこのあ、痛いみたいなあるよね。よくこの例えばさ、はいはいはい、あの蜂に刺されたとかさ。うん、うん、あかーってなるでしょ、突発的に。ちょっとそう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 、なるなる。なんか突発的に上がって痛い時、言葉が出て上がって出て痛いって痛い時だよね。うん、突発的にね、うん、突発的に痛い時に上がって出て、うん、その後は、うん、あーデジ、超デジ痛い、今超痛いみたいな感じで言うよね、うんうん、はいはい。ごめん、勝手に一方的にマシンガントークしてるように感じるけど、自分大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。理解できてる。うん、できてるできてる。そうそうそう、はい、ね、はい、このね、突発的な痛さだよね、はい、を上がって、上がって上がね、まあ意味は痛いなんですけど、うん、突発的に痛みが来た時にしか使わないからね、沖縄の人でも、ね、アウチみたいな感じで。そうそうそう、さすが英語勉強してるだけある ね、 ね。いや、先週ホストが言ってた。それを使ってみる。ほほほほ、いいねいいね、うん、うん、はい、じゃあちょっと次は間違った使い方を、はい、間違った使い方を、ね、うん、はい、ちょっとやってみ、はい、ます。はい、比嘉くん、ちょっといい？はい、いいっすよ。なんすか先輩。ゴムパッチンさせて。パチン。あが。ええ、誰に合うが赤。あ、すみません。はい、はい。意味わかりましたか？要するに、あの、うん、あかん、私が後輩で、あかねさんが先輩というシチュエーションで、はい、まあ、なんだろうな、この目上の人に上がって使うのは、まあ、よろしくないと。あまりよろしくないので、使う場面も、まあ、いろいろとあって、まあ、同級生とか後輩とか、うん、ね、親しい人に使う。人の間柄だとね、はい、大丈夫だと思うんですけど、はい、ね、ちょっと偉い人の前とかね、で、あがーは言えないですよね。ちょっと控えてほしいニュアンスですね、ちょっと、うん、うん、っていう話でした。はい、これ面白いけど恥ずかしいな。恥ずかしい、まあ確かに。これなんか、うん、面白いけどなんか不完全燃焼感がない。不完全、うん、まあまあまあね、はい、あ、ツイキャスで白クマンZさんが初見です。お、ありがとうございます、ね、はい、この改編したばかりのグダグダしたグダグダ感の番組を見てくれてるんですね。しかも内縄口教室に、はい、見てくれてますかね。ね、大丈夫かな。ね、すぐ消すはずね。なんか見てなかったことにしようって言われるかもしれないね。ね、まあまあまあ、ね、いいでしょう。わかりやすかったかな、どうだったかな、自分のね、言い方がね、はい、
まあ、ニュアンス的にはこのアガーは突発的な痛みの時に言う言葉です。はい、はい、いいですか。はい、え、なんでそんなかと思ってる。まあいい、いいよね。大丈夫大丈夫。なんだろうな、あ、頭回しようがないよねこれ今日ね。なんか思わん思ってるでしょ。やった後のね、ね、うん、このね、まあまあこの今すぐ反省できるように、ちょっと時間をかんで反省できるようにこれね。いいんじゃない、面白いんじゃない、初めてさ、なんか、うん、このなんかシチュエーションでっていうか、なんかね、うん、なんかゲイシルみたいな、ね、なんか組む、ユニット組んじゃう。いいそれはいい、それはいい。あの俺ボケ、うん、あかんで突っ込めていいよ。うん、いいよ、いいよ。いや、あのじゃあハリセン渡すから。ハリセン、うん、バチンって叩くやつ。あ、じゃあ叩くだけしたい。うん、叩くだけでもいいよ、うん、無言、はい、無言で真顔で、うん、はい、ではじゃあ曲、はい、行きましょう、行きます。西野かなでダーリンです、どうぞ。どうします、自分なんかで考えてもいいけど。面白い。要はあの大喜利企画がなくなったじゃないですか、そこで作ろうかなと思った。なんか書いた方としては嬉しかったです。あ、呼んでくれてる。誰かあのお祭りからゲストって何だろう。フルメンテサインみたい。あのなんかこちらにあるじゃないですか、 なんとかミツルさんだった、ヤクミツルさんしか分かんないよ。玉木ミツルさん、そうそうそう、いたから。あ、ね、呼ぶって言ってないけど、ノーギャラで。すいません、来てもらっていいですか。なんでくる。怖いけど。曲の後に CM 行きますか。了解。CM 明けで大丈夫ですか、フリートークっていうか、うん、那覇の話。はい、首里城。首里城、はい、そう、携帯大丈夫、うん、最近調子どういけど。あ、LINE が見えなくちゃって。見えたった、まだ。まだ1年半。1年半、例えば、はい、アファーとかってどこで使うんですか、はい、アファーとか、アキさんに。あ、任せる。CM 明けのジングルで使って適当に使いたいやつ。ああ、そういうこと。あの、そう、要するに秒が短いやつ。そう、ジングル Z っていうのやつ、前からあるやつ。うん、ジングル Z は使ってことない。秒外秒外をジングルで使う。両狩りがあるけど、渡部がないよ。渡部ってわかる。逆ってこと。逆、デブ。最後のエンディングってビギンですか。あの、かりゆしの恋歌。ああ、うん、あるかな。あ、俺の奥も入ってる。じゃあこっち系に探してみましょう。当然毎日使うと。あ、きなやのすなと思いっきり BGM 三振の花って書いてある。どれ、こっち。ほんとだ、忘れてた。俺も忘れてた。いっけ、かゆしの声歌った。Thank you.
逃げてよ。あ、授業取るんだった。うん、BGM です。恋の後ろに作る、全部作る、自身の。いつ聞いてもエロいし、夜鳴らしたらあかんな、この CM。ブルー心筋相関も誘発してる。沖縄あるある系の本借りてくるか。来週場所紹介じゃなくて、もう沖ゼミ航空のツアーをお楽しみください的な感じで、だから今日みたいに急遽帰るかもしれないから、うん、それはもう今後の今後の。はい、日賀和樹と島茜が生放送でお送りしていま す, テンション低っなんかテンション低くない今日。低くないよ。疲れてる。うん、そんなことない。ないツイキャスで、はい、AKB ファンさんから、はい、小島よしおくん、誰がじゃいさん、こんにちはって来てます。誰がかいよしおくん、誰が、誰がよしおじゃい、誰が小島よしおじゃい日賀くんがもよしおくんですよね。あ、ちゃんと来てるじゃん、ヒガ君こんにちはって来てるじゃん。よかったね。よかった、覚えててくれて、うん、こんにちは、こんにちは。あの、なんだろうね、あの、海パン履いて歩いてたら間違え、本当に間違えられる、間違えられるだろうね。ねえ、ねえ、うんうん、でも、間違われると嬉しいんじゃない。嫌だな、芸能人に、芸人。いや、いや、いいじゃん。ね、極端に言うとさ、うん、あの、なんだろうな、男だったら目頭2時50分さんの言ってるとか言ったら、ちょっと多分ちょっと嫌だよね。あー、あー、まあまあまあ極端な話するよ、うん、あの、渡辺直美さんって言われたら嫌でしょ。渡辺直美さん、うん、顔似てるねって言われたら、いや、どう思う。あ、可愛い人。違うよ、あの、あの、踊る人よ、あの、大きい貫禄だった。あの人さ、素敵じゃない、なんか。どこが、なん、なんか全体的に、あ、なんかいいんじゃない。いいよね、いいのかな。うんうん、うん、ん、バタン、誰だったっけ、あの、ビヨンセの踊りする人。あ、だよね、だよね、うん、うん、なんか、いいんじゃん。いい、うん、いいと思う。はい、いいとのことです。はいはいはい、では続いてのスポット紹介しますか。はいはい、お願いします。いつまでダラダラと話してるのも時間の浪費なので、はい、続いてはですね、首里城についてお話しいたします。はい、まあ、首里城といえばやっぱり沖縄といえば出てくるでしょう。首里城といえば出てきます。はい、首里城はね、かつて琉球の王様がいた城でね、はい、はい、でも琉球っていうのは昔の沖縄県の呼び名、うんうん、で沖縄県ももともと一つの国で、はい、
日本とは別に独立した国で、うん、そこの首里城に王様がいたのね。うん、はい、そうなんですか。はい、はいはい。で、なんだこの首里城自体が、この場所自体がもう那覇市の首里にあって、うんうん、とても高台にあるんですよ。おお、もう本当に見晴らしも良くて。ああ、はいはいはい、はい、あっち高いところにあるんだ。うん、基本お城は高いところに作らないと、うんうん、あの遠くも見晴らせないし敵の侵入とかもわからないから、うん、あとはこの高く作ることで敵が入りづらいし。ああ、うん、なるほど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 ってことですね。はいはい、はい。で、首里城はあの沖縄戦であのちょっとあの破壊されてしまってて、うん、まあ、今は建て直して今あるんですけど、うん、修復されたんだ。修復されてだよね。うん。またね、この琉球王国のグスクおよび関連遺産群として世界遺産に登録されてるんだよね、うんうん、世界遺産にも、はい、登録されて、はい、首里城行ってみたいな。あ、行ったことないですね。ないです。私も、あ、私はですね、この大きいなんかメインの場所があるじゃないですか、シュレの門。シュレの門かな、まあ、なんかよくテレビで映る、うん、あの赤白赤白の床、あ、はい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 、なんて言うんですか、まあ、あれ、この地面に敷かれてるペイントみたいな、はい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 、の場所には行ったことないんですけど、はい、シュレー門は撮ったことあります、ね、あ、どんな感じでした。どんな感じ、はい、うーん、どんな感じっていうと、沖縄の昔はこうだったんだって。まあ確かにそうだよね、うん、もし昔入ってたら殺されてるんだろうなみたいなね、あの周りの警備員にね、うん、うん、はいはい、今は簡単に入れるけど昔は簡単に入れなかっただろうね、絶対一般の人たちは、はい。どうだったっけ。またこの首里城の守礼の門が、あの、うん、2000年に開催サミットが、沖縄サミットが開催されて、うん、この時に記念で発見された2000円札の、あ、はいはい、イメ、なんてこの表紙にもなってるんだよね、うんうん、この表紙、表紙っていうか、まあ、例えば1000円札、5000円札、1万円札だと人物像じゃないですか、うん、野口英世さんだったり樋口一葉さん、福沢諭吉さんだけど、はい、2000円札はこの守礼の門、うんうん、この、そう、あ、そうだね、肖像画のところに、うんうん、2000円札にも入ってるんです ね。ちなみに2000円札持ってますか。いえ、持ってない。持ってないですね。も、今あります。今発見してないみたいで、もある分しか出回ってないみたいな。あー、うん、そうなんだ。じゃあなんか価値が出てくるの。もう今で記念品としてとかなんか。おー、持ってる。持ってる。あー、さすがですね。はい、私あの古いお札でも持ってます。そうですか。あの夏目漱石の時の千円札、わかる、うん、昔の千円札と、あと昔の5000円札と昔の1万円札と2000円札持ってる、うん、マジ、うん、昔の1万円札って何。あの福沢諭吉さんが持ってた人の古い1万円札。ああ、わかんない、わ、はいはい、かる、わかる、うん、はい、はい、てな感じで、まあ、ああ、ちゃっかりですね、はい、そこら辺はちゃっかり、ちゃっかりしてます。なぜね、この沖縄県の話からお金の話になりましたね。うん、はいはい、まあ話戻しましょう、はい。めっちゃ適当じゃん。はいはい、なんだろうね。戻しましょう。はい、やっぱり首里城、見晴らしも写真とかこの映像とかで見たことあるんだけど、やっぱり見晴らしはとっても良くてさ、うん、晴れてると離島も見えるしさ、もう、うん、いいよね。いいよね。はい、なんでこのさ、はい、あ、この首里城じゃなくて別の場所も紹介し、いいっすよ。那覇市の牧志公設市場。はい、ああ、行ったことある。あります。どうですか。なんか威勢のいいおばちゃんたちが、うん、あの手際よく働いているって感じでしたね。いろんなまた、ね、県産の食べ物があって、なんか。なんかね、新鮮な、ね、はい、新鮮で魚とか、お肉とか。ね、あるよね、はい。そこもなんかあるんだった。なんか食堂みたいな。あった気がする。確か魚持って行ってそこをさばいて調理するっていうのがあったかな。
まあ5年、いや最後にいたのって高1の冬休みだから、うん、だいぶ今とは変わってるのかもしれないし変わってないのかもしれないし、まあ、それは分かんないんですけど、うん、行ったことはあるけどね、はい、あっちも行ってみるのもいいんじゃない、はい、ね、あなたは行ったことありますか。はい、あ、授業でなんか大学の授業で行ったことあるんですけど、はい、はい、それぐらいそれぐらい、はい、特に何か食べたいとか。あー、うーん、確かなんかは食べましたけど、はい、忘れちゃいました。忘れちゃった、はい、まあいいでしょうダメだね忘れたらやべえな今日。なんか俺も何なのかよくわかんねえ状態で進行してる。うん、まあ小牧市公設市場もいいですし、あの辺だとまたいろんな海南とかにもつながってるからね、あの一帯って。海南っていう地域ね。うん、行ったことない。海南わかんない。海南名前はわかる。まあそういうところにつながってるし、うん、まあ、国際通りからもアクセスできるし。うん、あ、そっかそっか、うん、またね、うん、国際通りも行けるし、牧師公設、牧師公設市場は何の建物の中だった。あれ何の建物かまでわかんないけど、うん、国際通りの中に入っていくと結構建物があるじゃん。あの中にある。ああ、ああ、そっかそっか。うん。はいはいはい。はい。と、はい、いうことで。はい。はい。こんな感じでエンディングの、このようなグダグダな感じでエンディングを迎えました。うん、まあ実際これが最初の放送なので、まあこれからどういうように面白くしていこうかとか、はい、今決めていきます。まあ今月はちょっと調整の段階なのかな。うん。まあちょっと多め、この広い心でまあ聞いてくれたらありがたいですね。はい、はい、ですね、はいはい、じゃあこの辺で私たちも失礼しますか。失礼します。はい、はい、ちょっと待ってね。はい、今日お届けしたのは比嘉一樹と下あかねでした。はい、皆さんまた来週よろしくお願いします。さよなら。さよなら。あの時結構そこそこいい感じでお子さんに住んでる大変だからな。それはそうなるだろうな。好きですね。島田先生忙しいので困ったら私使っていいよですが、うん、使う使う誰かなあの人はラジオこっちの人にイワハシミ遅れていく。あ、シミだった。あ、一つは私、いつかも連絡ないよ。とりあえず、来週の方言と来週のアルバムの結果を決めましょう。あ、今日の反省会を2時間、2時間2時間2時間